炭火焼き鳥秀さん。今日はね、仲間の安田くんと焼き鳥屋さんにやってまいりました。朝9時ぐらいに車で回収しに来て、このそれをタイヤ直したり階段持ち上げたりして、それでも力尽きて今日は行けないとか言って、トマトですね。うん、俺横須賀ついてからの話だからね。ちょっと待って、来ないよみたいな。しょうがないですね。焼き鳥ラマン、いや美味しそうでしょ。トマト巻き、トマト巻き、アスパラ巻き、アスパラ巻き、シソ巻き、シソ巻き、はい、あでつくねと、はい、ちょっとエブリティングナイス。いや美味しそう。しそ巻きです。うん、うまい。こう軟骨まで細かく叩いて入っている。コリコリとシャッキリだとでジューシー、素晴らしい。アスパラ巻きですよ、ね、これが元の姿です。はい、いただきます。ありがとうございます。ピーマンチーズ来ました。あ、ピーマン、ピーマンの中に、チーズが入って、それを豚巻きですからね。いや、先ほどお茶割りのお湯とかさ、ウーロン割りの話をしてた。なんとやっぱり金宮で静岡、のお茶ちゃんと出してね。いや美味しいんですよ。素晴らしいというか、まあスタンダードがこうでありたいですよね。ね、で自分も家で作ってるのはそうだから。あの偽物が世にはびこりすぎてる。いや、こんなもんが逆に言ったら、ペットボトルで出るお茶が、普通の子たちはあれが当たり前だった、まあね、あれがお茶の味だったから、こういうの飲んでも、例えば、やっぱすげえ茶を作った甘みとか、いろんなものとかも、あれはお茶の甘みとかも感じ取れないなるほどね。お湯で出しちゃうとすぐ溶かっちゃう。これちょっと今日はどん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 真っ黄色になってしまう。なるべくグリーンを残すために水出しだ。だからお茶は香りが高くなるのはお湯入れた方が香りが高くなる。甘い香りが出ますから。ハーフアンドハーフぐらいした方がいいです。お湯の方がどんどん変わっちゃうからね。温度を上げなくても時間経てばちゃんと抽出できるから、お茶の場合は、ね、ただ時間がかかるっていう。いやいや、だからね、だからそうやって置いとくっていうことをに習慣っていうか、それを作れば問題ないって自分もそう思います。最初の時はサラマンを冷たくてバッグにティーバッグにして落としてたら、あんまりやっぱりこう出が悪かったんですよ、相談して。お茶屋の後輩がいるんで相談したら、ああ、いいのありますよ、送ってきてくれたやつは、すごい出が悪かったんですよ。1日ぐらいそれになってますから。ああ、じゃあよかったですね。そのあとやっぱ2日ぐらいかかってたから。自分も20歳の時に静岡の茶畑の、製茶工場で働いたことあるんですよ。それは山本山、先輩が山本山の人の山本海一さんという。それで、ああなんかアルバイトで、まあ12時間労働、夜のまあ12時間で、いかって1万2000円かな。まあその当時で結構いい金額。20歳ですから、私ね、来年6時から40年前、だからいいなと言って合宿で1週間
で、それが1週間、まあ泊まれば1週間行ったらそれなりになるじゃないですか。なりますね。ね。だからそれは学生にとってはいいバイトだから、そうそう、8万9万行って、まあ、なタコ部屋みたいに住むんだよ、でも友達だけだから、でそれも俺らしかいないの夜で、それもあの昼間にお茶畑からトラックで積まれるベルトコンベヤーが4台5台ぐらいあるの、ね、いやそれ建物があって、製茶工場、それがこうもう積まれてるビラのこう台形に古墳のようにこうお茶がもうちゃんと落としてで、俺らは夜の時間にベルトコンベヤーずっと回ってる、そこにくんくん違う、俺らが作るのよバイトが。どういうことかって、今そこのところにまず熊手で落とすよベルトコンベヤーに、そうするとずっと行くと、その先になんかまた上に行って蒸し器に勝手に落ちる。そのままも直接蒸し器に入るんですか。いや、そうそう、パーすごいっすね。手作業じゃないっすね。いやいや、それだけの量、時代からもう手作業じゃないっすね。40年前から、だからちゃんとそういったの、いや、まあそんな物流じゃん、はいはい、でも本当にもう手積みでどうのって揉んでとか、はいはい、そういったのって高級茶だから、そうじゃないお茶を作るのもうそういうシステムとして、はい、で農家もそうじゃなきゃ、それだけ作ったって収入になれないからしょうがないんですよ、そういった製品が。でそれ見てて、でドラムに入ってこう落ちたりさ、ドラムで蒸されて、でそれ終わるじゃないですか、はい、それこうドラム出して、それから今度乾燥機なんですよ。乾燥機、もうそれで入って乾燥機言うとブワーってやって乾燥されてお茶が出来上がる、それが入って、それがまたブワーっていってサイロみたいなの溜まるわけです。それで最後にお茶が茶色の10キロ袋みたいなのがあるじゃないですか。でそれであのこうさ、あの道具みたいなところにこう袋をセットするの、俺らが渡すんですね、ブーッつって、それであえてまたピルって言うと余って、それ一個袋が出来る。オートメーション化してたんですか、もうその時代から。だから量産して飲む茶として、あ、ごめん、やったんですよ、面白かったな。でそれがカエルとかいいんだよね、ピャンピャンバッタとか見えるじゃないですか。もうね、工場のこう明かり蛍光灯の下で俺ら通らすだけで、熊手でさ、ベルトコンベヤーに、お茶の、葉っぱを落としているところにカエルがぴょんぴょんと、あ、このカエルも入ってるなみたいなさ、しょうがない、生きてますからね。お茶になってます。なるほど。パパユージの番茶飲みました。いや、飲んだ3年番茶でしょ、あ、茎茶でしょ、うん、茎茶ですね。はい、そこは新納番茶っていうのがあります。一番何が番茶大変だったら、茎が太いでしょ、あれを粉砕してくれるところがないんだ、はいはい、粉とかね、本当はその茎の部分に、うん、あの栄養とかあるから、うん、粉にしてしたいんだけど、粉に引けるところがないんだ、もう、うん、あそこまで行くと、そういう茎とかお茶の部類じゃなくて、扱いがもう木材みたいな扱いになっちゃうんですよ。だから粉にはしてくれって言ってね。そうなんだ、うん、まあ、そんな粉砕機買った方がいいよね。そうだから、でもうちの親子たちは、いやね、それをそこで炭でいいと思う。そんな炭の話を本当にしようとか、珍しいな、このぐらい。それが一番やっぱり火力が欲しいし、うん、その中で何が一番炭が欲しいのかって話をしたら、やっぱ発端が多いぞ。やっぱりね、発端が多い。炭は奥が深いもん、やっぱり。あの、備長炭の白炭とかさ、うばめだし。ね、あの、備長炭もほとんど安いのはベトナム産ですね。ね、マングローブ、
もはやウバメガシじゃなくてあのマングローブだったりするからね。そういうことなんだよ。うん、それあのまあまあしょうがないっていうか、まあそれじゃないと追いつかないね。まあ量産品はそれなりの、カバーするんですが、私たちは、やっぱりちゃんとしたものをね作って、あるいは食べたいものでございますね。はい。いやーっていうか素晴らしいお料理ですね。ありがとうございました。親方のもこだわりですか。へー、親方ちょっと多分なんか買い物かなって思って。へー、炭火だからでしょ。うん、素晴らしい。いや、やっぱりね、毎回おしんこ頼むんですよ。でしょ、このものレギュラーメニューです。うん、いや最初にこの繊細な仕事をしていた、やばいですね。季節の野菜ね。季節の野菜ね。いただきました。ポテト。ポテトフライ。フライドポテト。やばい。はい。ポテチ。ポテチ、イエーイ。食べなさい。おい。素晴らしい。これは何ですか。これはシソ巻きですよ。ね、画像撮れてるかどうかわからないと思います。シソ巻き。うん。え？でも好きなんです。このシソ巻きは豚バラ？はい。バラと肩ロースと。はい。肩ロース入っている。へえ。いや。まあ、バラだけど、多分まあそんな親方の考えなんですけど、ただバラだけだと油が多すぎる。いや。いや、なんかその食感がやっぱり違ったから、あれって思ったんだよ。普通だったら。いやいや、豚バラだけだったらふにゃーで終わるじゃないですか。そのあの脂身がこう溶けて歯触りがあって、そこからまた味が出てくるっていうのは、いや俺、いやびっくりしました。で、人分けでしょ。北海道は餃子ニンニクがいいんですよ。これはタンスジもやし炒めでございます。タンスジもやし、ちょっと、はい、タンスジボメシ、どうですか。シャキ、絶品ですね。タン、なんだろう、あのもやしのシャキシャキ感とニラとタンスジですよ。うん、ずっとこう噛んでね、味わいながら、一つ一つの料理が素晴らしい。